はい、ただいまですね、朝の何時 ?7 時ちょい過ぎぐらいですかね。はい、今日のですね、気温、マイナス5度だそうです。いや、マジクソ寒いですね。いや、でもなんか昨日の夜の方がなんか全然寒かったような気がするな。なんか今は別に大して寒くないような気がするけど、まあでも違うんだろうな。きっと、あと5分もすれば、もう体が完全に冷え切って寒くなるんでしょうね、きっとね。はい、ということで、何これ？あ、これペットショップだったんだ。へー。はい、ということでちょっと話を戻しまして、今からですね、ちょっと朝の市場の方に行って、ちょっと何かね、めぼしいものがあれば、ちょっと食べれるものがあればね、食べたいと思います。あ、でもやっぱりね、人の姿やっぱまばらに見えますね。朝からやっぱやられてるお店とかも結構あるので、で今日ね、日曜日なんで、ちょっと気をつけないといけないところがあるんですけど、日曜日やってないお店もなんかどうもあるらしいので、まあ、そこはちょっとね、注意が必要かなと思いますけど、やばい、本格的に寒くなってきたよ。いっぱいやってるじゃん、お店。やべえ、マジでこれやばいよ。耳痛いもん。なんかいいね、なんか朝一みたいな感じで。さっきまでね、昨日の夜の方が寒かったですね。前言撤回。もう寒い。ああ、なるほどね。こういうところでなんか干物とか売ってるんだ。うわ、寒い。もう寒いしか出てこないですね。これがなんかあれなんでしょう、上になんか食堂かなんかがあるとこなんですよね、多分ね。あったあった、この下だ、食堂が。きっとそうだ。ちょっと一周したら見てみよう。光っていうか明かりついてたんで、多分なんか食わせてはもらえそうですね。ただな、韓国ってのは朝とかな、飯の量クソみたいに多いからね、本当ね、ありがたいことなんですけど、あれを見てるだけでも目だけでお腹いっぱいになっちゃいますよね。さすがにあれですね、なんか日曜日の朝ってこともあって、あと強烈な寒波が来てるということで、あんまり人の出はね、あんまりないかなって感じはしますね。なんかちょいちょいなんか食堂っぽいとこがあったりとかするんで、別にさっきのビルの中じゃなくてもいいかな。なんだろう、何の魚なんだろう、タチウオとかなのかな。あとヌタウナギがちょっと有名なんですよね。あれなのかな、また本格的に店、まだ動かないんだね、多分。もうちょっと遅いんだな、多分。でも食堂あるじゃない。ただやっぱり魚のね、ちょっと生臭い匂いが結構あるので、そういう匂いがね、苦手な方はちょっとダメかもしれないですね。もろダイレクトにきますね、魚の匂いがね。じゃあ、ぼちぼち、なんとなく配置もよく分かったんで、じゃあ少しみんな朝飯食べれるところで探したいと思います。へえ。そうですよ、なんかどこに行っても多分ね。すげえ量来ちゃったけど大丈夫これ。そんな朝から食えないよ。問答無料でカッパを食えということでカッパになってます。はい、辛い。けどうまいですね。結構頑張ってたんですけど、そこが見えません。全く見えません。美味しいけどね。ただいまですね、飯食べ終わりましたが、もう食えない。じゃあとりあえずね、ご飯も食べれたことなので、まず宿に戻りましょう。これちょっと当分飯食わなくても大丈夫だなこれ。それから順当にこう王道のこっちにしとけばよかったかなまあでも食べれるもあんま変わらんか。宿に戻ってまいりました。いや寒かったですね。まあただお腹はだいぶ膨れたんで結構大満足でしたね。まあ、釜山に来てるにもかかわらず、魚全然食べてないという感じでございますが、まあでも美味しかったですね。まあ、量ほんとクソみたいにありましたけど。で、今日はですね、16時45分だったっけな、確か、また大韓航空の方で、釜山から、東京成田空港の方にまた戻るんですが、まあ、約ね、半日ほど、時間が、まだありますので、残り時間をね、ちょっとまたね、楽しみたいと思っております。で、今の時刻がだいたい今8時20分ぐらいですと。で、9時ぐらいにね、宿を後にして、で、まあちょっとね、釜山市内の方また、プラプラとしたいというふうに思っております。はい、ただいまですね、ホテルのチェックアウトしてまいりました。こちらのホテルなんですけども、日本語対応バッチリでございます。何も言わなくてもですね、日本人って分かった瞬間に日本に切り替わるというですね、素敵なホテルでございました。で、ただね、ファシリティとかもすごく良くて、僕はね、快適でしたね。すごい良かったです。で、値段いくらぐらいだったっけな。1万ちょいちょいぐらいだったと思うんですけども、場所もね、すごく、ジャカルチ市場とか、あと、BIF だったっけな、その辺とか、近いので、場所的にはすごくいいんじゃないかなと思います。うん、ちょっと後ろ危ないやついるから大丈夫かな。いや、あんまり来ないでね。うん、ということで、今日ね、ちょっと実はやりたいことがありまして、実はカメラちょっと変更しました。で、今回ですね、ミラーレス一眼カメラをですね、α6700 というものをですね、今日持ってきております。でも決して買ったわけではなくてですね、レンタルで、持ってきております。ちょっとどうしても一回使ってみたかったので、今回ですね、こちらの方も持ってきております。で、昨日まではですね、これはですね、一応自腹購入10回ローンで買いました DJI ポケット3というですね、小型ジンバルカメラを使って撮影してたんですけども、今日はですね、昼かな、まあ、飛行機の中とかね、空港入ったらね、ちょっとこんなでかいカメラ振り回すと思ってめんどくさいので、昼の時間帯はですね、外プラプラしてる間はですね、このミラーレス1を使って撮影していきたいなというふうに思っております。まあ、もしね、あれだったら、どっちが良かったですよとかっていうのをコメント欄に残していただけるとすごく嬉しいです。大丈夫かお前、マジでさっきから。ということで、ちょっとね、変なことに巻き込まれるのも嫌なので、そろそろね、移動したいと思います。まあ、やっぱり前使ってたね、前っていうか今も使ってるんですけど、ZV-10 だと、ちょっとね、なかなか撮影難しいなと思う局面とか、結構あったりするので、このミラーレス一眼をちょっと借りてきたんですけども、でも映像のクオリティ的には、DJI ポケット3も、そこそこ綺麗なので、まあ、こう落ち着けながらね、戦いになるんじゃないのかなと思います。で、やっぱりね、これ APS-C カメラなんですけど、割とね、暗所強いっすね。ZV-10 に比べると。で、フルサイズの、α7C2 とか、借りてきてもよかったんですけど、ちょっとそのレンタル費やっぱ高くて、ちょっと、って感じだったんで、今回 α6700 の方を持ってきております。で、テスト撮影ね、ちょっと日本でもやってみたんですけど、やっぱ結構綺麗なんですよね。すごい。あったかい。から駅は、はい、喘息の咳がちょっとまた出始めちゃったので、ちょっと薬を注入して撮影再開したいと思います。前使ってたっていうか、今も使ってた ZV-10 なんですけど、ちょっとね、こういうね、室内の暗所結構弱くて、結構ね、撮影がね、大変だったんですよね。まあ、なんですけど、結構これの α6700 なんですけども、割とその辺の性能がいいというか、結構ね、綺麗に撮れるんで、そういう意味でもね、この α6700、ちょっとどこまで使えるかっていうのをね、今回試してみたいと思います。でもし、良ければ、そうだね。どっかのタイミングで、買いたいですね。今ソニーがね、確か60回払いまで無金利でローンやってるんですよ。なのでそういうのをうまく使って購入できればいいですね。車とかね、そういうの持ってる人ではないので、そういう意味ではね、多少無理しちゃえば買えるかなと思ってますんで、もしこれ使ってめちゃくちゃ良ければ、購入もね、検討していきたいなというふうに思っております。で、昨日ね、ふと思ったんですけど、こういうぐるんって押すタイプじゃもうなくなったんですよね。この古いタイプ、前来た時こればっかりだったんですけどね、改札新しくなってますからね。はい、じゃあ次は僕はヘロンデ方面なので2号線に乗り換えしましょう。はここに行くので、こっちがですね、さてやってまいりました。4年ぶりのヘロンデ駅でございます。前回とかね、前々回とかはね、時間が全然なくてですね、このヘロンデの方来れなかったんですけど、今日はですね、久しぶりに、ほんと4年ぶりですね、こちらヘロンデにね、やってまいりましたという感じでございます。じゃあその前にちょっとね、トイレにでも行きましょうか。韓国の地下鉄は必ず一駅でね、トイレついてるんで助かりますよね。もう全然前見えないですね。全然見えませんね。おー、久しぶりヘロンデ。久しぶりだな。やっぱ綺麗だな、ここの街は。でも全然見えないですね。もうこんな感じですね、目がね。やばいっす、もう。全然見えないので、ちょっとまたね、例の秘密兵器出しますか。はい、ということでね、グラサン投入させていただきました。これね、ないとね、目開けらんないよ、ここ。やっぱ海近いからね、照り返しとか反射結構厳しいですね。いやー、しかしだ。ヘロンデ本当は夏来てみたいんですけどね、来るのはね、いつもね、冬ですね。でもね、なかなかいい感じの街なので、街っていうかいい感じの場所なので、僕はね、結構好きですね。なんか鎌倉とかね、あっちのね、湘南海岸っぽい雰囲気もあるので、そういう意味でもね、好きですね。両サイドでね、結構いろいろお店があるんですけども、なんかあれみたいですね、なんか夏の映像とか見てると、割とパーリーな感じな雰囲気の中お店が多くて、なんかね、こう僕見てたらちょっと陰険にはちょっと入りにくいね、こう感じのお店がね、なんとなく多いかなって感じがしますね。ぶっちゃけあれですね、今日ここのね、景色をちょっと綺麗に撮りたいなと思って、α6700 をね、レンタルしてきてのものなので、初めて来た時すごい感動したもんな。なんてここは綺麗な場所なんだと思って、よくね、もし宿がこの辺だったらこの辺でね、飲み食いしてもよかったんですけど、非完成ソミョンの駅からだいたい地下鉄で30分ぐらいかかるので、30分かけて飯食いに来るかって言ったらそれもちょっとねと思ったので、今回はね、夜は飲みに行かなかったっていう感じですね。ちょっとあれですね、急に寒くなってきたんで、ちょっとね、喘息がね、だんだんひどくなってきちゃいましたね。なのでですね、今、最終兵器のですね、飲み薬を飲んで、今、ちょっと喘息の咳をね、ちょっと抑えてるところでございますと。喘息もあれなんですよね、もう寒くなったり暑くなったり、なんかもう寒暖の差が激しくなるとやっぱ出ちゃうんですよね。じゃあね、ぼちぼちね、海岸のね、近くになってきましたね。ああ、もう気が早いな、もう2024か。メリークリスマス、なるほどね。もうクリスマス当日とかすごいんだろうね、もうこの辺ね。しかしあれですね、年取ったからかもしれないですけど、これね、強烈な日差しの時にね、目がね開けられないんですよね、本当にね。あんまりなんかサングラスとかもね、昔つけなくても大丈夫だったんですけど、もう最近は全然ダメですね。もう久しぶりに平穏で海岸、やっぱここはめちゃくちゃ綺麗ね、やっぱすごくね。これどうだろうな、このカメラで綺麗に撮れてるかな。これを取りにね、このね、α6700 借りてえなもんですからね。おお、綺麗。すごいよね、なんかパッと見あれだもんな、なんかアメリカっぽいよね、なんかね、街の作りが。しかし気温マイナス5度、海っぺり、もう手が死にそう、寒い。はい、ということで、ね、念願のヘンデ海岸、4年ぶりに来ましたが寒い。まあけどなんかあれですね、なんか晴れててよかったですね。まあただやっぱりね、マイナス5度ということもあって、なんか寒いの寒いですね、すごく。あ、でもなんか風もね、今そんなにないので、これ風あったらもうちょっと最悪だなと思ったんですけど、風もなくて今日穏やかなんで、そういう意味ではね、結構過ごしやすいといえば過ごしやすいかもしれないですね。寒いですけどね。さてどうですかね、このヘンデ海岸。いや、マジ綺麗だな。なんか4年前来た時もこんな感じの天気だったんで、まあ、すごい綺麗でね、良かったんですけど、今回もね、この気温さえ除けばね、もう最高ですね。本当に、いや本当に。パノラマヘンデって書いてあるな。ぼちぼち寒いんで街戻りますかね。もう寒いですよ、とにかく今日寒いですね。もうそりゃね、災害警報みたいなのが出るぐらいの寒さですよ、本当に。じゃあとりあえずもう戻りましょう。いや、4年ぶりのヘウンデ、いやなんかね、天気が良かったです。もう寒すぎです、もう限界です。もうさっきは全然吹いてなかったんですけど、風がですね、やばいことになってきてるんで撤収。おかしいな、もうさっきまで全然風吹いてなかったんですけどね、なんかもうこのタイミングになってめちゃくちゃ吹いてきて、もうマジ限界です、これ。もう手出してるとやばい、寒い。